さあ、次の実況代理人は誰なのでしょうか。宝生さん。あはーい、宝生マリンです。宝生さん、今回の色物枠ですね。え、そうなんですか。いやでもね、今回は、ね、色物実況ではなく、はい、やはりね、この今ね、かなったまつり先輩と来て、そろそろね、スイちゃんの実況が聞きたいなと思われている頃なんですね。なるほどなるほど。だからちょ、船長はちょっと船長らしさではなく、スイちゃんらしい実況をしていきたいなと。もう今から私、星町水星なんで、よろしくお願いします。偽物は消えてください。じゃあちょっと偽物退散してよろしくお願いいたします。星町水星さん、はい、よろしくお願いします。ブー寝てるぞー。誰ブーイしたこいつ。あ、殺すぞ。ブーイングしたんじゃない。え、私のやった。スイちゃんは今日もこのワルイージとこの花ちゃんバギー、そしてこの折り紙、このね、この3点セットがね、もうウィキにもね、最強って書いてある。みんなとアクアもそう言ってた。これ最強セットでスイちゃんは戦わせていただきます。なんでレートがめちゃめちゃ高い。でもスイちゃんのレートは、はい、7500。スイちゃんもね、この中では全く引きを取って、次のレースからスイちゃん待たせる感じ。スイちゃんなの、ありえない。え、ありえないよね。スイちゃんアイドルなんですけど待たせる感じなんだ。あ、そうなんだ。それは言うな、すごい。アイドルの星町スイちゃんを待たせるっていう、そういうシステムがあるんだ、このマリオカートには。びっくりしちゃったな、ちょっと。まあ、いっか、ちょっとね、スイちゃんはね、今日あんまり叫んじゃいけないから、ここで喉をちょっと休めつつね、あんまりね、この、もう実況もね、もう今しない。もうこうなったらしない。もう、もうボスさんが今ね、頑張ってっけど、もう見てあげない。してあげない。認知しない。しないでいこうかな。あ、歌ってくれてる。あ、すごい。お、すごい。歌、上手。あ、すごい。いいね、かなた。デュエットしようかな、スイちゃん。てん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 、長いな長いな。これあと、あ、すごい。あ、まつりちゃんも、まつりちゃんも一緒に。あ、ありがとうありがとう。やっぱいいね。やっぱうちらアイドルだからさ、こうやってさ、やっぱね、三重奏をしていきたいよね。この中で音感がないやつが一人います。それは、はい、私です。いや、本当はスイちゃんは音感あるんだけどね、ちょっと今中のおばさんがね、音感ないからちょっとね、うまくハーモニーを奏でられないんだけどね。あの中のおば、ちょっとしょうがないよね、中に実際おばさん今入っております。しょうがない、ちょっとね、あの年の香りを漂わせつつね、もちさんがね、こうやって頑張ってるところをね、眺めながら、スイちゃんもこれ地獄、どうしたらいいのこれね。スイちゃん走りたいんだけど、どうしたらいいの。つらい。歌ってないで助けて。助けてよ。ねえ、今辛いの分かるよね、この待ち時間。どうしたらいい。ねえ、どうしたらいいの。あ、ありがとう。ありがとう。みんなの温かいサポートが。で、鈴の音、なんかの音も聞こえたし。ありがとう。歌も歌ってくれるし、ね、効果音も奏でてくれる、このあったかいホロライブ。ね、スイちゃんが喉をやってしまえば、代わりにみんなが実況してくれる、このあったかい環境の中で、ぬくぬくと王室たちの星町水星ちゃんです。はい、もうゴールしたのかな。もう手叩いてないで、とっとと次の試合始めろよ。もう分かったから。なんでこれ、ゴリラがはしゃいでる姿をこれ見せられているんでしょ。あまねかんじさんも、あまねかんじさんも、あまねかんじさんも、あなたもゴリラの一種って聞いてますけど、ね、やはりこうやってマリオカートでゴールした際にはこうやって手を叩いちゃうんでしょうか。もうハースルも当たり前ですね。あ、いや、当たり前、なるほど、当たり前ですね。あ、来ました来ました来ました。やっとほしい。スイちゃんは今日